久保さん、ん、久保さんさっきねオンデーズの田中さんの講演をちょっと聞いてたんですけど知ってるできるやっているこれで成功できるっていうね <laughs> みんな,知っ,っなっ、ね、<laughs> 知ってるけどできることやってないっていうね知ってるけどできることやってないっていうねまあ何かっていうとまあそのダイエットしたいっていう人もあの知ってるわけですよ うん、食わな,、あのー、なんだ、うん、ダイエットをするできる方法ねだけど、うん、できるけどやってないっていうね <laughs> うんなんかうんまあすごくシンプルで面白いなと思ったんですけど まあみんんなな、ね、多分、ね、大人になってて忘れてるんですよねだから僕はまあこのオンデーズの田中社長の話を聞いて、まあ、吉田松陰さんのね「あのなぜ人は学ぶのか」っていう問いでみんな忘れてるよと忘れたものを思い出すために僕たちは学ばないといけないみたいな問いがあ答えがあるんですけどだからそのなんか小学校の時にもう成功する方法なんか習ってると宿題やれよっていう。 絶対言われてるじゃないですかでそれが大人になってどんな宿題になったかっていうと人生の宿題になったっていうねこれ人生の宿題でしょうかな人生の宿題って何ですか人生の宿題っていうのは、まあ、大人になってね社会に出てあお金って稼がないといけないなとお金がないとあの飯食っていけないなと今までは親のすねかじって生きてきたけど大人になってね自分で稼いで 給料もらってそれでやりくりしないといけないなっていうのは身にしみてわかるわけじゃないですかでこれがお金を稼ぐっていうのは人生の宿題なわけじゃないですかねだからじゃあこの宿題をやるかやらないかなんですよねでも子供の時も宿題やれよって言われてるわけじゃないですかでそれがちょっと大きくなっただけであってうんこれ人生の宿題っていいんじゃないですかね <laughs> 出てきましたねまあこれからちょっと僕あのライブやるんであれですけど ライブ勤務研究所久保さんからもらったね勤務着飲みながらそうメンバーシップライブやりますよ、うん、そうまあ人生の宿題って多分いいんじゃないかなうんでも宿題やれよっていうのは言われ続けてきてるんですよね <laughs> ま僕たちも言い続けますけどやれよっていうね、うん、だってお金がなくて生きていける人って まあ、日本の、ね、制度を使えば、まあ、できないことはないんだけどもでも自分がじ描いてる生活を稼がなかったらできないですよね。うんなんだろうな。あの。うんあの国の制度あるじゃないですか。何の制度だったかな。 ありますよね生活保護だそう生活保護っていう制度もあってでも生活保護で自己実現できますか多分自分が描く生活っていうのは生活保護の支給されるお金だけじゃ無理だと思うんでうん逆に言うと生活保護のお金をもらうために生きてきたんですかと多分そうじゃないですよね別にその稼ぐことは自由なんですようん だからまあ自分が手にしたいものを死ぬ前にどっか行きたいこと多分生活保護のお金だけじゃ自分が行きたいなと思ってる旅行に行くことは難しいだろうし自分が泊まりたいなっていうホテルに泊まることは非常に難しいと思いますねうんでもそれっていうのは稼げば解決できることなんでうんじゃあその稼ぐことを勉強してますかと宿題やれよ勉強やれよって言われてましたけど 100歩譲って僕はあの学校の勉強はしてこなかったけども少なくともしく人生の宿題に関しては真面目に取り組んでるつもりです、うん、学校の勉強はやってこなかったですだけど人生の宿題に関しては真面目にやってます今もね、うん、まあなぜならばそれはめちゃめちゃやらないといけない人生の宿題に関してはやらないといけないと思ってるからですねうんいってらっしゃい